木村翔吾、木村翔吾、木村翔吾、1980年4月16日隊は、大阪府大阪市上東区出身のクリケット選手、元プロ野球選手、内野手、外野手、右投げ左だ。小学1年生の時に、大阪クーガースに入りにいる一種となる。中学校からの卒業を機に、地元の大阪を離れて、香川県の人生学園高校へ進学。 三年次の夏に第80回全国高等学校野球選手権大会に出場したが、二回戦で、久保康友を要する寛大一高に敗れた。愛知学院大学に入学直後から、6番、遊撃手の定位置を確保すると、一年次の愛知大学野球春季リーグ戦で、規定打席未満ながら、469という高打率を残した。在学中には、 リーグ戦通算で85試合に出場。打率、318、314打数100安打、5本塁打、70打点を記録したほか、遊撃手として、ベストナインに5回選出されるなど、瞬速とパンチ力を持ち合わせた選手として活躍した。4年時には、チームの春季リーグ戦優勝を経て、全日本大学野球選手権大会に出場したが、チームは1回戦で敗退。 その一方で、周期リーグ戦で最優秀選手に選ばれている。2002年度の NPB ドラフト会議で、横浜ベイスターズから11巡目で指名。契約金に0円、年俸600万円、金額は推定という条件で入団した。背番号は66。ちなみに、この会議の前に他た球団から指名の約束があったとされているが、実際には、 横浜が単独で指名しただけであった。3月28日に阪神タイガースとの開幕戦、横浜スタジアムで代打として一軍デビュー。3月29日の同カードでは、イラブ・ヒデキからのセーフティバントでプロ初安打を記録した。一軍公式戦には通算21試合に出場。4安打を放った。以降は、一軍で目立った活躍ができず。 打撃フォームの試行錯誤を繰り返した。その一方で、同年とには、二軍、湘南シーレックスからの選抜選手として、フレッシュオールスターゲームへ出場。二一軍公式戦への出場機会がなかったことを背景に、翌2006年からは、総力に活路を見出そうとしていた。のシーズン終了後に、小山田康弘との交換トレードで、岸本秀樹と共に、 広島東洋カープへ移籍した。は、キャンプからマーティブラウン監督の目に留まり、開幕から年間を通じて一軍に定着。3塁、遊撃、2塁の守備固めやダイソーでの起用を中心に、94試合へ出場した。ダイソーへの起用数、36回や、守備固めとしての出場試合数、46試合は、この年のセントラルリーグ公式戦で最も多かった。 2は、5月6日の対中日ドラゴンズ戦、名古屋ドームで、監督のマーティブラウンが、公式戦では3年ぶり3度目の5人内野シフトを敷いた時、右翼手の天谷総一郎に代わって出場。外野へはいかず、三塁手と遊撃手の間で守備に着いたが、打者、荒木正宏が三振に倒れたため守備機会はなかった。この年は、スタメン出場はなかったが、 二年連続リーグトップのダイソー企業39回を記録。また、内野の守備固め44回、外野の守備固め14回と、試合終盤の守備を任されるスペシャリストとして、重要な働きをした。2は、シーズン序盤はもっぱら二軍で調整。しかし、レギュラー二類種の東で明ヒロ氏が負傷で戦線を離脱したことを機に、一軍へ、再び定着した。 8月21日の対、横浜戦で、久々の先発出場。守備、走塁だけでなく、バットを寝かせた新フォームで打撃でも好調を維持し、今シーズン終了まで2番、2塁手として、スタメンに定着した。打席数は164と少なかったものの、打率は、324と高く、自己最多の12塁打、53塁打もマーク。 守備要員から脱却する飛躍のシーズンになった。特に古巣の横浜相手には9月18日の試合で自身初の1試合5安打を記録するなど対戦打率593と強さを発揮した。2は、そよぎシ心が負傷で戦線を離脱した6月から、ボンに代わって遊撃手のレギュラーに定着した。1軍公式戦では、 プロ入り後自己最多の106試合に出場するとともに、通算76安打で打率、259を記録。ギダ数も自己最多の37に達した。和復帰したボンが遊撃手に固定されたため、先発での出場機会が激減し、同年対等した三類手の同林翔太の守備固めでの起用が主となった。出場機会を増やすために一類手にも挑戦している。 一塁守備でも、ファーストミットではなく内野用のグラブを使用。7月18日の中日戦では、3番、遊撃手としてのスタメン起用によって、プロ入り後初めてクリーンアップを任された。2は、同林が骨折で戦線を離脱した8月から、レギュラー三塁手に定着。1軍公式戦62試合の出場で打率。325、1本塁打、12打点。 三盗塁を記録するとともに、チームのクライマックスシリーズ進出に貢献した。なお、プライベートでは4月に結婚している。は、ボンがシーズン途中から三流一種に転向したため、ポジションを入れ替える形で遊撃手としてスタメン出場する機会が増加した。しかし、8月には、新人の田中広介が遊撃手のレギュラーに定着したため、 シーズンを通じたレギュラー獲得には至らなかった。最終的には、一軍公式戦101試合の出場で打率、261、1本塁打、13打点、4盗塁を記録した。2は、タイミング投手のスタメン、三塁や一塁などの守備がため、大走大打として一軍公式戦72試合に出場。打席数は、前年、253、から、 半分以上少ない109にとどまったものの、打率269を記録した。NPB た球団の話を聞いてみたいという理由で、2015年11月10日に海外フリーエージェント FA 兼の行使を表明。NPB から海外 FA 宣言選手として公示されたが、公示から1ヶ月以上経っても移籍先が決まらなかった。2015年12月25日に、 埼玉西部ライオンズからの春季キャンプにテスト生として参加することが発表された。FA 県の講師を宣言中の選手が所属元以外の球団の入団テストを受けることは NPB 史上初めての事例であった。2016年の春季キャンプでは A 班1軍に帯同。当初はキャンプ初日2月1日から10日程度の入団テストを予定していた。 しかし実際には2月5日に球団との間で1年契約を締結。推定年俸は20円で出来高の条件がついた契約であった。背番号は0。2はオープン戦8試合へ出場。打率が118、17打数に安打と低迷したことなどから公式戦の開幕を2軍で迎えた。4月23日には 遺跡後初の出場選手登録を経て、西部プリンスドームの対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で遺跡後初の1軍公式戦出場を果たした。しかし、6月22日の練習中に右膝を負傷。前日まで1軍公式戦38試合の出場で打率。221、5打点、3盗塁を記録していたが、後の診察で、 右膝前十字靭体断裂が判明した。ランニングの再開までおよそ3ヶ月を要することが見込まれたため、球団は10月1日に翌の戦力構想から外れていることを木村へ通告。木村自身は NPB 他球団での現役続行を希望していたが、前述の通告を受けた時点でランニングの再開に至っていなかったため、11月12日の12、球団合同トライアウト。 甲子園には参加しなかった。11月18日に、育成選手として西部と再契約。前述の故障が回復した時点で支配下、登録選手へ復帰することを視野に入れた、K で、背番号も121に変更している。2は、チーム唯一の育成選手として、春季キャンプを B 班、2軍で迎えた。レギュラーシーズンの開幕後は、 イースタンリーグ公式戦37試合の出場で、打率、211、1本塁打、4打点をマーク。6月8日には、支配下登録選手へ復帰するとともに、出場選手登録を果たした。支配下登録選手への復帰とともに、背番号も0に戻ったが、当日の対巨人戦、メットライフドームには、育成選手時代に着用した背番号121のユニフォーム姿で、 9番、三塁医師として、スタメンに起用された。西部球団が、木村の支配火災登録と、並行しながら、出場選手登録を、NPB に申請した関係で、背番号0のユニフォームを手配できなかったことによる、特例であったが、5回裏の、第3打席に支配火災登録後の初安打を、放っている。しかし、一軍公式戦全体では3試合に、 出場しただけで、このアンダが一軍公式戦における最後のアンダになった。10月6日には、前年に続いて球団から戦力外を通告。12月2日付で、NPB から自由契約選手として公示された。西部球団から戦力外通告を受けた直後には、NPB た球団での現役続行を希望していた。2017年11月15日には、前年。 2016年に参加を見送った12球団、合同トライアウト、松田スタジアムへめて挑戦。シートバッティング形式で、4人の投手を相手に4打数、1安打、2塁打という結果を残したが、打球団から獲得のオファーを受けるまでには至らなかった。しかし、クリケット関係者から、身体能力の高さを評価されたことを機に、クリケットへの転向を決意。クリケットの本場。 インドのトップリーグへ参戦することを目標に2017年11月末からトレーニングを始めた。NPB でのプレーを経験した日本人のプロ野球選手がクリケット選手に転向した事例は木村が初めてである。2018年3月には日本クリケット協会が主催する男子日本代表強化選手団の選考会へ参加。その結果日本代表強化選手団に選出された。 野球選手としては、内野全ポジションをこなせる守備力、強権、瞬速が持ち味で、ユーティリティプレイヤーとして重宝されていた。広島時代には、チーム事情から左翼を守ったこともある。また、一塁を守る際には、ファーストミットではなく、通常の内野手用のグラブをつけていた。横浜時代から広島への移籍当初までは、 スイッチヒッターとして登録されたが、後に登録を左打ちに変更した。バッティングフォームは、オープンスタンスで、クリケットへの転向後も、攻撃の際には、左打席に立っている。2017年末から取り組んでいるクリケットでは、未経験からの挑戦にもかかわらず、トレーニングパートナーの上原良隆、元、クリケット日本代表選手から、クリケット選手としては、 日本代表チームでも十分に活躍できるほど、打撃でも守備でもあらゆる面で能力が突出しているという表現で高く評価されている。木村自身は野球からクリケットへの転向について日本のプロ野球を経験した木村のボルワレとしてクリケット転向のオファーをいただいたので野球に感謝してもしきれない。野球選手は違うんだなと言われるほどクリケットで活躍すれば クリケットは、プロ野球だけでなく、アマチュアで野球を断念した選手にとっても、アスリートしての新たなステージを目指せる競技になると、思うと述べている。ちなみに、日本における2016年時点のクリケット、競技人口は2630名で、日本国内にクリケットのプロリーグはなく、日本代表チームは木村が転校した時点で、世界大会。 ワールドカップ及び ICC ワールド2020本大会への出場を経験していない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。